どうもこんばんは、青島です。あ、違います、ごめんなさい、平井博明です。今回はですね、ボールが曲がってしまう方、原因なんだと思います。インパクトでフェースが開いてたり閉じてたりすると思うんですけども、それまさかインパクトで直そうとしてませんか？事件はインパクトで起きてるんじゃないんです。トップ、もはやアドレスで起きてるんです。誰だって話ですよね。何が言いたいかっていうと、ボールが曲がってる、じゃあ右行きました、フェースが開いて当たりましたって言ったら、インパクトでフェースが開いてるんで、じゃあインパクトでフェース開いてるのを直そうと思っても直らないんです。それをアドレスもしくはトップの位置の時にもう直しておかないと、インパクトの時にまっすぐフェースが保てないんですね。なので、そのアドレスだったりトップの位置からインパクトを迎える準備をするということが大事になってきます。それ今回細かくやっていきたいと思います。平井博明のワンナップゴルフ。まずアドレスでもうボールが曲がってしまうなって思っちゃうアドレスを取ってる方って結構いらっしゃるんですよ。例えば右に行っちゃうなと思う方のアドレス、そもそも右を向いてる、1つ目。2つ目はハンドファーストと軸がちょっと右に傾いて、こういうアドレスをしてる方とか、あとはちょっとフェースがアイアンなんかで開いてる方とか、こういう方はもうアドレスしてる時に右行くんじゃないかなって思って、僕なんか見てることが多いんですね。で、それは故意にやってる方と無意識でそうなっちゃってる方ともちろんいるんです。なんでその辺はもう一度ちゃんとアドレスのチェックをしていただくことが大事です。で、次にトップの位置からボールに向かう、要はダウンスイングですよね。ダウンスイングの時にもう、あ、右行っちゃいそうだなっていう方は、ダウンスイングの切り返しの指導はどこからって言ったら、左腰からガッて切る方、あとはクラブが体にこうやって近づいてくる方、ギューンって、そう、こういうのとか、それが連動してクラブが寝たりとか手元がこうグッと浮いたりする方なんかは、ボールが右へ行ってしまう方が多いんです。で、これの直し方なんですが、まずアドレスからいきます。アドレスの時に右行ってしまいそうだなっていう方は、フェースアングルをまずターゲットをちゃんと向いてるかどうかのチェック、そこから番手別になっちゃうんですけど、ボールの位置をちゃんと正しい番手のボールの位置にセットしていただいて構えます。できれば最初なんかは基本重心は5対5になってた方がいいですね。それができてから、例えば右6にしたり左6にしたり、いろいろ変えていただいていいんですが、基本としては5対5の方がいいです。この位置に構えていただいてバックスイングを取ります。ここでバックスイングを取って、この時にアドレスからトップへ向かう時に、グリップがよく僕最近目にするのは、グリップって基本は横からこうやってグリップを挟むんですよ、こうやって。で、ここからこうやって握るんで、もう一回やりますね。こうやってグリップを横からこうやって挟むんですよ。挟んで握るんで、もちろんこのままパーにしたら手が地面と垂直になるんですよ、手のひらが。でもこれがこうなってたりする方が最近非常に多いんですよ。右手の甲が上向いて、もちろん左手の甲が下を向く、要はこうやってこうやってバックスイングする方がすごい最近多くて、こうなって例えばこのままインパクト戻したらフェースは絶対閉じるんですよ、こうやって閉じちゃう。これは絶対理解していた方がいいです、やる方は。クラブって必ずこうやって右と左がクラブの重量を5対5で感じてた方がいいですよ。これだと左が下にあるんで、左手の方がクラブ重量を重く感じるはずなんですよ。右手が上なんで、右は多分こうやって引き上げてる方なんで、あんまり重量って感じないですよ。これなってくると、逆もそうですよね。こう右が下になって左が上になると、今度右手の方がクラブ重量が感じるんで、5対5で感じてなかったらクラブがうまく動けないですね。なんでできれば常にここにあるときは5対5、ここにあるときも5対5、ここにあるときも5対5、常にどこにあるにしてもクラブが右手と左手で5対5で同じ重量を、クラブの重量を感じてる向きの方がいいんです。だから自然と右手のひら、もしくは左手のひらが地面に対して常に垂直に動くことができていると、自然とクラブフェースも絶対に
ターゲットに対してずれないんですね。ずれづらいので、それを意識していただくとインパクトのフェイスの開き閉じっていうのが少なくなってくるはずなんです。それは試していただきたいポイントになりますね。次に今の形でトップを作りました。こっから先ほど言ったクラブがぐーっと体に近づいてきてしまう方が右行っちゃいそうですよって言ったと思うんですけども、それをなるべくやらないでもらいたいですよ。でトップ作ると右肘と左脇のこの間隔、この間っていうのが15センチか20センチぐらいあると思うんですよ。その隙間をゼロにしちゃいけないです。絶対に多少は縮まると思うんですけども、だからなるべくピタッと自分から右脇とか右肘を体にくっつけない方がいいんですよ。下ろしてくるときにこうやってこうやって、これはすごい良くないので、締めるんだったらこうじゃなくてこっちの向きに締めるんだったらまだいいですよ。こうやって締めちゃうのが良くないので、そうなってくるとどん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 このグリップエンドが前に出ちゃうんですね。右肘こうやってついてると、そうすると自然とフェイスはオープンになりやすいんですよ。そうするともちろん右飛んできますよね。なんでこれがなるべくこうダウンスイングの時にグッと脇を締めない、やっていただきたいポイントですね。開けたまんま、なるべく隙間をキープしたまんま、クラブが体から遠いところを降りてくるともちろん縮まんないですよね。遠いんで、遠いところをこうやって降りてきてあげると脇っていうのは空間っていうのがキープできるんで、この空間っていうのを残しておいてあげた方がいいですね。でこのまんま体とクラブのスピードを合わせてフォロースルーを取ってあげる。そうするとフェースの向いたところにボールがもちろん飛んできやすくなります。フェースの向いたところっていうのは先ほどアドレスからやっていただいたことを試していただければ、フェースが狂いづらいので自然とストレートボール、ターゲットに対して狙って球が出やすくなります。もう一つ、腰、左腰の切り方ですね。トップを作ってここから指導の時にグンと左腰から切る方っていうのは、クラブが例えば腰をグンって切るとインパクトラインが急にこっちに変わるんですね。そうするとこっち向きに振ることが多いんですよ。インパクトラインってアドレスの時にまっすぐ向いてるじゃないですか。ここからバックスイングで右を向いた時にグンって腰を切ると急にインパクトラインが左に向くんですね。そうするとインパクトライン向いた方向にクラブって振るんで、左にこうやって覆いかぶさって打つ感じになるんですよ。こうやって、そうするとスライスが出ます。フェースが振ってる方向に90度にこうやって入ってきたら左にまっすぐ飛んでっちゃうんで、どっちみち真ん中に飛びづらくなっちゃうんですよ。だからこれは腰を切りすぎない方がいいです。腰というのはある程度ゆっくり切ってても腰は切れてます。切るスピードっていうのはいらないので、できれば腰っていうのは動き続けてればいいぐらいのイメージを持っていただいた方がいいですね。それが安定感につながるんで、トップから腰を切らなきゃいけないとかっていうふうにはやらない方がいいと思います。ゆっくりトップを作って、ゆっくりでもいいんでフィニッシュにかけてゆったり腰を回してあげるだけで十分腰は切れますので、あまり急激なスピードで切らない方がいいと思いますね。ってことで、インパクトで起こってるんじゃないんです事件は。意外と一番早いインパクトで起こってることっていうのはその場では直せないですね。だからその一番早くて調整ができないところをアドレスとかトップの位置からもう調整に入っていただいて、そのインパクトのために上を直してあげた方がインパクトにより余裕を持って迎えられるので、そういう動きを取り入れてあげた方がいいですね。クラブヘッドが動いてた方がいいんですよ。腰を切るにしても肘をつけるにしても両方クラブヘッドって動いてないんですよ。こうグンって近づけるとこうは動きますけども、こうは動かないんですよ。腰を切るにしても腰切ってヘッドを動かすっつったらなかなか難しいことなんですよね。だから何か一つの動きを優先させた方がいいので、でそれ何かって言ったらやっぱクラブなんですよ。クラブヘッドが動いてなかったらもちろん飛距離も高さも出ないので、何を優先するかを考えていただいて、でそれの優先するのは何につってやっぱりクラブヘッドになってくると思うんですね。なんでクラブヘッドの動き方を意識していただいて、インパクトにヘッドを合わせる、間に合わせて打ってあげることが大事になってきます。なんでこれはちょっとスイングの中に取り入れていただきたいポイントになりますね。結構大きいポイントかもしれないです。だからなるべくインパクト付近で瞬間的に直すんではなくて、大きい動きで直してあげることがポイントになります。これやっていただきたいですね。では今回はですね、事件はインパクトで起こってるんじゃない、アドレスかトップで起きてるんですっていう動画、どっちも撮りたかったんですよ。トール君のリクエストなんですよ。そう、
最近リクエスト多いですよね。本当にありがたいんです。ありがとうございます。いろいろな動画も今後も撮っていきたいと思うんで、ぜひ何かリクエストございましたらコメント欄の方にお願いいたします。ちょっとでもですね気に入っていただけたらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございます。